元の HR の澤田です。今回は求人ボックスの有料掲載における上位表示のやり方、仕組みについてですね、お話をしていきたいと思います。まず最初にお話をしておきたいのは、今回お話しする内容ですね、この仕組みについては確認済みのものになりますが、一部ですね、じゃあその仕組みを使ってどうやったら上に上がるかという詳細って公開されてないんですね。これ、こことこことこのあたりを見てますぐらいです。なのでこうすればいいっていうのは推測も含まれておりますので、まあ公式な見解じゃないと思って聞いていただければと思います。では早速本題へ行きましょう。それでは本題へ行きたいと思います。まず求人ボックスの有料枠ですね、この掲載順位というものはズバリ広告ランクというもので決まってます。広告ランクというのはこの4つの要素で決まるようになっています。まずですね、入札単価、これは上限クリック単価と言い換えられますけれども、まあワンクリックいくら前なら許容しますよという設定を運用上やっているわけですね。でこの単価が高ければ高いほど強いということになります。次に検索キーワードと求人情報の関連性、まあ、例えばですね、製造派遣とかで調べたときに、当然製造派遣の求人案件を求職者の方は調べているわけなので、この求人原稿内の情報と検索キーワードの関連性が高い方が強いですよということになります。まあ当たり前ですね。求人票およびサイトの品質、まあ、これちょっと難しいですね。このあたり推測ですけれども、まあ、求人票に関しては求職者の必要な情報が詰まっているかどうか、ちゃんと記載されているかどうかというところなのかなと思います。サイトの品質ってこれなんでしょうね、まあ、見やすさだったりですかね、まあ、このあたりのですね、詳しい詳細というのは公開されていませんので、まあ、推測していくしかないということになります。最後、推定クリック率、この推定クリック率というのはだいたいこの職種のこのタイトルの場合クリック率ってこれぐらいになるよねというような予測ですね。予測というのを立ててるみたいです。求人ボックスの中で今までたくさんのデータが入っていますので、まあ、それをもとにですね、おそらく予測モデルを作って推定クリック率というのを出してるんじゃないかなと思います。まあ、この推定クリック率が高ければ高いほど有利になるということみたいです。で、などってこれ書いてるんですけど、まあ、これですね、公開されている情報だけで、おそらくですね、他にもたくさんの要素がこれ含んでるんだと思うんですが、まあ、影響力が高いのがこのあたりということなんじゃないかなと思います。じゃあもうちょっとですね、詳しく見ていきましょう。で、入札単価とはワンクリックに対していくら出せるかということで、これ大体ですね、ウェブ広告ってこの仕組みになってるんですけど、基本は単価のオークション形式です。まあ、これ求人ボックスの画面ですね、製造東京都と調べていますが、1位、2位それぞれありますね。で、1位と2位でシンプルに考えると入札単価が高い方が上に上がっているはずなんですね。まあこんなイメージです、まあ、A さん B さん C さん、ワンクリック100円までいけるよ、ワンクリック200円までいけるよ、いやいや C さんはワンクリック300円までいけるよと、まあ、こんな感じで競ってるわけです、競合同士で。この入札単価通りで順位が決まるかというと必ずしもそうじゃないということですね。もう一回見てみますね。順位は広告ランクで決まってると。で、入札単価っていうのは、まあ、順位を決めるための一要素なんですよね。なんで高くすればいいっていうものではないということがわかります。で、これですね、例えばです。これ仮にですね、広告ランクは入札単価×スコアだとします。で、このスコアというのは、さっきの品質だったり、推定クリック率だったり、まあ、いろんなものを加味した時のスコア。で、A さんは入札単価100円、スコアは7だとしたら、掛け算で広告ランクは700になりますと。で、B さんは入札単価200でスコアは5だとすると、広告ランクは掛け算で1000。で、C さんは入札単価300。でもスコアが2でしたと。広告ランクは600になります。で、間の B さん200円。入札単価200円の B さんが順位が1位になると。で、A さんに関しては、100円しか入札してないのに C さんよりも上の順位が2番になるんですね、というようなことが起こり得るっていうことです。なので逆に言えばですね、別にこの求人ボックスの場合必ずしも掲載順位を上に上げる必要ってないと思うんですね。求職者の方って上の方の案件見て仕事を決めるんじゃなくて、まあ、一旦全部見るじゃないですか。どんなものがあるかな、どんな条件があるかなって見るので、掲載順位が上じゃないと応募が入らないってことはないんですけど、ただ広告ランクを上げれば低い単価で上位表示させることができるようになるってことなんですね。なので例えば順位を5番ぐらい置いときたい、
掲載順位高くすると単価も高くなるんで5番ぐらいで置いときたいっていう風になると、広告ランク高くしておけば安く5番取れるわけですよね。なんで結果的にクリック単価が下がるので、応募単価も下がると、とにかく覚えていただきたいのは広告ランクを上げるとたくさんいいことがあるってことです。まあ、正確に言うと広告ランクを構成するこのスコアですね、上げていくといいことがあるっていうことですね。あ、ちなみにこのスコアっていうのは僕が今勝手に呼んでるだけなので、ここは推測だと思って聞いてください。で、広告ランクを上げるにはっていうとこなんですけれども、まずこれ入札単価上げる、これはシンプルですね。あと推定クリック率ですね、このあたり多分上げやすいと思います。で、タイトルを変更してクリック率を上げる、これが有効だと思います。で、まあ、これですね、職種名と言われているところで求人ボックスの一覧で見ると、例えばさっきの画像だとこの2交代実質時給1910円&料費無料とか書いてるところですね、この太いところ、これがタイトルです。まあ、ここをクリックされやすいものにすると当然クリック率が上がりますよねということになります。で、これもですね重要なんですけど、あとは原稿内の無駄なキーワードを削除するっていうのも有効だと思います。まあ、例えば製造系のお仕事なのに、うちの会社ジムもありますよ、コールセンターもありますよ、何でもありますよ、なんでとりあえず問い合わせしてくださいねっていうような書き方をすると、ジムとかコールセンターで検索をした時にその求人案件がヒットしちゃうんですよね。で、そうすると表示回数が増えるわけなんですけど、これ結構昔流行ったんです。とにかくたくさん表示をしなければいけないんじゃないかっていう理屈ですね。まあ、間違ってるか間違ってないかで言うとわからないですし、間違ってなかったかもしれないんですけど、まあ、この広告ランクという観点で見るとそれってクリックされないんですよね。ということはクリック率が下がるんですよね。で、ちなみに表示回数をたくさん稼ぐためにたくさんキーワードを入れると本当はクリック単価が下がるはずなんですけど、安くクリックが取れるようになるはずなんですけど、逆のことが起きちゃう可能性があるってことですね。次に配信対象外キーワードを設定する。求人ボックスの場合、このキーワードでは広告配信しませんっていう、除外しますっていうような設定ができます。で、過去にですね、中日ドラゴンズっていう検索キーワードでめちゃめちゃ調べられてたんですね。で、どっかの求人原稿に中日ドラゴンズを応援してるとかスポンサーですとか、まあ、なんかそういった文言があったのかなと思うんですけど、まあ、それですごく検索されて表示されて全然クリックされてないってなってたので、まあ、クリック率って下がるんですよね。で、クリック率が下がると当然またこれ広告ランクが下がるってことになるので、まあ、そういう関係のないキーワードというのはどんどん除外設定していくというのが大事かなと思います。で、求人原稿の品質を3つ目ですね、改善する。まあ、これがですね難しいですよね。求人原稿の品質とは何か、果たして何かって話なんですけど、まあ、これですね、僕も適当なことは言えないんですけど、とにかく求職者に必要な情報を全て記入するってところが大事なんじゃないかなと思います。で、給与が書いててもモデルケースが書いてあるものとないのでは、まあ、それはそれで品質違うのかなとも思いますし、まあ、できるだけ求職者目線、求職者ファーストで情報を提供してあげる、分かりやすく提供してあげるというのが大事なのかなと個人的には思います。最後にですね、この表示回数とクリック率の関係というところについてももう一回お話をしたいんですけれども、クリック率というのは計算式で書くとクリック数割る表示回数なんですね。まあ、どれぐらいの表示回数に対してクリックされたかという率だからなんですけれども、まあ、これ例としてですね、例えばクリック数が1で表示回数が2だとすると 0.5% なんですね。で、クリック数が1で表示回数が3だとすると 0.33% となります。まあ、これ 0.33333 とかなるんですけど、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、表示回数という割る母数を小さくすればするほどクリック率って上がるってことなんですね。必ずしも無理にクリックをさせに行くこと、クリックをさせる率を上げに行くことっていうんですかね、だけがクリック率を上げる方法ではないっていうことなんですね。なんでこれ一番下書いてますけど、無駄な表示を減らせばクリック率というのは向上しますので、まさにさっきの原稿内の無駄なキーワードを削除する2番目のとこですね、配信対象外キーワードを設定するという無駄な表示をなくす施策をすればクリック率を上げることができるっていうことなんです。結構ですね、クリック率を上げようと思うと目立たせたいとかですね、そっちの方に行っちゃうことが多いので、まあ、こういうパターンもですね、というかまあこれが大事かなと個人的には思いますので、今求人案件運用されてたらですね、もう一度考えてみていただければいいんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。
結構ですね、これ難しいというか、抽象的な話も含むので、すぐ明日から実践ってわけには、なかなかいかない内容かなとは思います。そして、上位表示させるとか、有利に運ぶためにですね、有料掲載を。小手先のもの、簡単にできるものってなかなかないです。とはいえですね、職種名を変えてクリック率を上げてみるとか、一部のキーワードの配信を停止するとかですね、除外の機能で。そのあたりはできるかなと思うので、できるところから試していただくといいんじゃないかなと思います。それではこの動画が役に立ったよという方がいらっしゃいましたら、高評価コメントをお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。